苦に耐えんな。ここにお前を置いていく。何？じゃあな、七代目。うすらとんかちが。サスケ。ちょうどいい。お前ら二人ともどもここに留めておくか。大丈夫か、ナルト。ああ、助かったってばよ。うちはサスケ。火影のチャクラをたどってきたか。さて、そいつは考え方次第だな。この後貴様をぶちのめせば急いできた甲斐があったってもんだろう。笑わせてくれる。始まったか。急がねえと。カワキ。これならひまわりちゃんの花瓶にぴったり。何があったの？七代目が連れて行かれた。しかまる。いいのか、どうした？ナルトのチャクラが消えた。カマキはナルトのそばにいたはずだが。他のチャクラ反応に変化はないからその場にいるはずよ。門の閉鎖指示を出せ。はそれと調査班を編成。俺が直接指揮を取る。なるほどな。何か分かったのか、サスケ。おそらく奴は物質を小さくしている。この杭も刺されたことにすら気づかないほどの小ささだ。致命傷を与える。なるほどな。確かに単純だが厄介な能力だ。奴の秘密はそれだけじゃない。今ここで先に葬るべきなのはお前の方だな、うちはサスケ。サスケ、やつは大玉螺旋丸。残念だったな。おかげでよ、小さくなったてめえの居場所がよーくわかるってばよ。素早い動きができん。当然のことだが、どんな能力にも弱点はあるものだ。代わりに教えてやろう。さっきのような幸運は二度と起こらんということをな。なんだこりゃ。ボルト。次元だ。次元が来やがったんだ。七代目をどこかに連れて行ったんだって。どこ行くんだってばさ。なくても探すんだよ。んだと。生きてるよ。そうだ、父ちゃんがそう簡単にやられるわけがねえってばさ。ナルト、俺は調査の過程で妙な場所へたどり着き、そこである痕跡を見た。こいつの角、俺がその時に見た新たな大筒木のものと酷似している。どうやって知った？お前が飼ってる悪趣味なペットのことも知ってるぞ。チュービだと？おい、さっきから話が全く見えねえぞ。この星のチャクラを吸い尽くそうとでも考えているんだろう。何が何でもこの場で倒す必要がある。やるべきことは変わんねえな。ほう、これがお前たちの本気というわけか。
内派に伝わるスサノオか。防御の方はどうかな。互いの位置を入れ替えたか。手応えはね。ナルト。よっしゃ。アマテラス。まあなんだろうと関係ないがな。いい表情だ。晩酌尽きたか。やはり渇きでなくてはならん。この器はもうダメだ。そろそろお開きだ。サスケ、楽しかったぞ。なんだ。そいつごとお前を殺すのは少々骨が折れそうだ。今は時間がない。時間がない。やめとけナルト。それ以上奴を刺激すんじゃねえ。無駄にチャクラを消費したくねえのさ。獣の方がよほど利口なようだな。と言っても息子の方は別だがな。何言って。ボルトをどうする気だ。抑えろナルト。お前は別だ。ここで死んでもらうぞ。時空間忍術は邪魔だからな。サスケ逃げろ。お前今こいつを倒すのは無理だ。今は無理でも倒す方法はあるはずだ。心配すんな。そうやすやすとやらせねえってばよ。死ぬな。ナルト。サスケの居所は分かんねえだろ。わずかに伸びた寿命を真っ暗闇の中で謳歌するがいい。以上に消耗している。それでもこの大つつき一式の器か。出来損ないね。なるほど。見せてもらったぞ次元。そんな、まさか。